わっわっ1列ってことは緊張されたと思うんですけど、いや開会式の方が緊張しました。開会式すごいね。てへっ嘘です、ね、はい。あれ結構開会式のことも決めてたんですか。いやいや適当に言いましたよ。あ、本当ですか。あっちゃんみたいなやつです。いや僕は自分の意思で言ったんですけど、そういう風になりましたね。はい、どうも、まあ、本日もそうなんですけど、ちょっとまあ繰り上がりっていうことで、はい、まあ、ね、出たら気が楽でいいですね。あ、はい、まあ、出るからには一緒ですけど、まあ、はい、普通にやっぱその気が楽っていうのはやっぱりちょっとまあふわふわせずにちょっと気が楽というかもう SG ですからね。もう僕より上の人しかいないんで、チャレンジが気が楽です、まあ、改めて足の方に戻していただきたいんですけど、はい、もうどうですか一層目した感じ。足の、いやもう全然合ってないですね。もう上がってこないですね。回転が上がってこない。テンションと回転が上がらないです。誰か上げて両方上げていきたい。そうですね。なんか対策はありますか。ちょっとレース終わってからなんかされました。いやもうプロペラとエンジンと、はい、スタート11なんですけど、まあ、スタートの行き足は悪くなさそうな、そんな、はい、下がることはない雰囲気やったんですけどよく分からなくて、まあ、全速で行ったんで、あ、はい、まあ、全速で11なのもある程度スタート感はまあこんなもんかなっていう感じです。もう大体は、はい、ターン周りそこら辺の乗り口、うわもうターン周りがひどいですね。とにかく上がってこないです。その上がりをもうちょっとそのペラと、はい、あとテンションも上げていくという形です。ガンガン上げていきたい。どうですか、まあ、その近況の年数はここ以外のリズム的にはどうですか。リズムは悪いですね。非常に悪い。パチンコ行っても負けますし全然勝てないですよ。ちょっとこのせいで勝ちをなんとかしてですね、家に帰ったら嫁さんに怒られっぱなしですし、もうちょっとリズム上げたいんですけど、コンセプトいいとこ見せる、そうですね、ちょっといいとこ見せたいと思います。わかりました。明日に向けてちょっと考えなさせることで、なんかトースポさん真面目ですね。ちょっとカッパー探して頑張ります。わかりました。幸せにしてください。